ちょっと早いんですが福袋の話題です。え今日ですね複数の百貨店で来年の福袋のお披露目会開かれました。世相を反映するお正月の風物詩福袋。今年はやはりこの影響が。来年の松屋の福袋はコロナ禍を意識したラインナップとなっています。テーマは。 応援で、コロナで大きな打撃を受けた全国の生産者や職人を救おうと日本全国12カ所の名産品を楽しめる福袋が登場しました中には北区十条に工房を構える革工芸品店の革財布などがセットになった東京都応援福袋や10種類の生地から選んで作るオーダースーツ1着と県の名産品がセットになった 青森県応援福袋などがありますそして自粛期間が続いたことによるコロナ太りの解消を手助けするためのフィットネスセットや家でテレビにつなぐだけで簡単にパターンの練習ができる機械とゴルフスクールのレッスン1回分がセットになったお得な福袋が取り揃えられています。他ににも応援をテーマとした福袋の中には 浅草の街を人力車に乗って観光でできるるプランもあるんです浅草店はコロナで打撃を受けている観光名所浅草に観光客を呼び込もうと体験型プランを打ち出しましたこのプランは例年多くの参拝客が訪れる浅草寺を観光しながら空いているタイミングで初詣を楽しめるもので人力車への乗車や一流料亭出身の板町による 特別和食弁当などがセットになっています。 コロナ禍におきまして、まあ、地方の職人さんとか、えー、地方の企業ですね、えー、やはり皆さんそれぞれ、えー、苦しんでいるような状況がございます地方の企業の皆様また銀座の街の皆様とですね、まあ、協力をし合うこと、まあ、そういったところを一つテーマとして設けようと思いましてこの応援というところを、えー、テーマに設定いたしましたやはり今年はですねこの新型コロナウイルスというような、まあ、状況がございますので、まあ、お客様にですね、まあ、いかに安心安全にですね、まあ、その新年のお買い物楽しんでいただけるようにですね、まあ、対策というところを、えー ごご用意ししてて皆まのご来店おお待ちしております一方、西武池袋のテーマは元気リモートワークなど自宅で作業をすることが増えた人に向けた机や椅子のセットや仕事の合間にリラックスするためのグッズも数ある福袋の中にはおうち時間をくつろぐということでこちらハンモックも用意されています。また、 西武池袋が都内有数の商品数を誇るクラフトビールの福袋も自宅で過ごす時間を少しでも贅沢にするためにおよそ150種類ものクラフトビールから厳選された12本の詰め合わせ福袋が来年の年にちなんで2021円で販売されますコロナによって例年と様相を変えた福袋百貨店各社では 店頭での密を避けるため事前予約や年内販売などを行う予定です。